下仙沼市内で開かれた催しには市民およそ50人が参加し、リアスアーク美術館の山内博康館長が美術館の社会的役割などについて講演しました。また、デザイナーや漁師など6人が美術館の利用促進を図るためのアイデアを発表しました。この中では、木材を伐採して和線を作るワークショップの開催や学芸員と行く 街の歴史、文化を知る街歩きツアーなどの案が出されました。美術館にはあまり来てなかったので、これから。やれる、やる、やることが。イベントとかあれば、参加したいなと思いました。リアスアーク美術館の来館者は。コロナ禍前は4万五千人でしたが。昨年度は。2万四千人にとどまり。基金も。 2026年度以降に枯渇する可能性があるということです美術館は出されたアイデアを踏まえ利用促進のための施策を検討していきたいとしています